今回紹介するのは「ネガティブがあっても引き寄せは叶う」という本です。願いが叶うって100%信じ込めなくてもいいんです。マイナス思考でも大丈夫。一度やってみたけどダメだった。という人へあなたの願いは必ず叶います。引き寄せるには願いが叶うと信じ込みましょうとよく言われますよね。私は長年 それができませんでしたでも私にはできないかもやっぱり無理そんな気持ちが出てくるのは自然なこと本書では信じるのではなく決めることで思考を変え現実も変えていく方法をお伝えします多様な引き寄せ本がある中で次々と願いを叶えている人とパッとしない自分を比べてドツボにはまる そんな人の心にそっと寄り添ってくれる本です。ネガティブはダメ、からしなきゃと、なまじ引き寄せの法則をかじっているがために自分を縛って苦しんでいる人に特におすすめです。実践法も素晴らしいですが、終わりにが圧巻です。無敵の日々を味わいたいすべての人へ。以上、興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。